監督。おお、ひかりさん、どうしたの？実は2024年の3月末でメタルハライドランプや高圧ナトリウム灯などの HID ランプが全て生産終了することになりまして。え、このランプが？そうなの？はい、地球規模で少しでも早い環境対策が必要になってますから。確かに気候もだんだん変わってきてるから、省エネも急がないとね。そこで LED へのリニューアルを早めにご検討いただきたいんです。でも LED って眩しいって聞くけど大丈夫なの？はい、弊社ではアウルビームという LED 投光器があるんです。器具の眩しさを抑えてボールが上空に上がっても見やすくなったんです。こちらが従来器具との比較になります。赤くなっているところが眩しさを感じる部分です。アウルビームはそれだけではなくて、周辺の住宅などへの光害を大幅に抑えることができるという特徴もあるんです。特に今回新たに中強角という光のタイプを追加したことによって、さらにムラを抑えた配光が可能になりましたので、学校などの中規模グラウンドやゴルフ練習場などに幅広く提案させていただいているところです。しかもなんと環境省光害対策ガイドラインの E2 というカテゴリーにルーバのオプションなしで適用していて、周辺の建物への光漏れを抑えることができるので、この球場のような郊外のグラウンドにぴったりの器具となっています。またアウルビームには他に最も厳しい基準の E1 をクリアした器具もありますから、ご要望に応じた提案もできます。さらに従来の HID 照明器具よりなんと 62% も節電が可能なんです。わお、光漏れは少ないし、ボールは見やすくなるし、さらに省エネってそりゃグッドだね。わかった、ボスに言っておくよ。ありがとうございます。光さん。はい。グラウンド全体も明るくなったし、ボールも見やすくなったって選手から大好評だよ。監督、それは良かったです。これで大リーグで活躍するような選手が生まれるといいね。 LED は Let's Exciting 大リーグだね。大リーグは日本語ですけど。今こそ LED! 頑張っていきましょう。